アネモスコープチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。ジャニーです。こんにちは、ヒロトです。はい、今日は何ですか。今回はあと、まあ、10分後にその革ジャンを着てもらって、見えてるもんね、スタイリングクリップを撮っていただきたいなと。10分後に革ジャンを着てそのスタイリングクリップ撮るのは普通なんだけど、はい、なんかあれをそうですやるってことですね。はい、あ、ホースハイド。じゃあ、あれなんですね、その新品の、はい、やっとね、お待たせいたしましたですよ。ワックスヴィンテージホースハイド各種が入荷して、はい、それ何？お、ゴールウェイの、ゴールウェイのホースハイド、ホースハイドを10分後に着る、はい、着てスタイリングクリップするために、はい、新品を今から10分間のうちに、はい、シワとかを入れて、はい、あ、危険にやりそうってこと。そういうことですか。なるほどね。はい、10分だよね。ちょっと俺もね、もうひかもがわさんみたいなね、革ジャン体操、はい、あんま見たことないんだけど、まあ、ちょっとしていただいて、俺には俺の体操があるから、はい、でそれしてね。でも俺今あれだよ、パンツ、はい、フィグベルのワイド、オフィサー3番、はい、これ2番、はい、これ2番、めちゃめちゃペアルックペアルックで、上がボーティーの4番だから、はい、4番、そう、4番だから、はい、で、なっちゃんちょっとそれいただいていいですか。はい、大丈夫です。3番ですね、はい、俺2番なんだけど、はい、そうですね、3番にいけるかどうかチェックしよう。はい、あー、硬いね、いい感じだわ。あ、いけちゃってますね。いけてる。はい、あ、全然、あれ、めちゃくちゃかっこいいですね。あ、いいですね。ちょっと待って、はい、なんか2人で漫談で、ああ、いいね。全然いいね。で、漫談、はい、はい、で、これを、はい、ああ、いいですね。これを今から、10分以内に、はい、できる限りのエイジングをして、はい、10分後にこの今日9月の7日、はい、7日です。8日です。8日ですね。31度あります。酷暑です。はい、まあ、まあ、残暑ですかね。残暑、はい、酷暑です。酷暑の中これを着て俺は生きて歩くわけですね、はい、新品の革ジャンを汗だくです。まあ、そうなりますね。まあ、よく見とけ俺の生き様を。お願いします。まあ、とりあえずね、はい、こうやって、はい、こうやる。ああ、ちょっと伸ばして、ね、こうじゃん、はい、こうで、じゃあ、もうしばし、こうやって、はい、こうやります。あ、ちょっとこう、もうこれで、ここね。あー、ここですね。ここは、ここ。ここは、ここ。あ、確かに、ここ、今、シワが。うーんって言って、って言ってもいい。で、これを、クロスする。あー。これでもう、腕は、はい、大丈夫です。で、こっから、あ、3番で、ゆとりあるね。若干、ぐーっと、ぐーっと。痛い。なんか斬新だ。これでだいぶ。だいぶ。ああ。これドライでしょ。ドライです。冷房になってないの。今湿気じゃないのよこれ。太陽光の熱なの。ドライじゃ取りきれないこの。これでね。はい。多分ちょっと。私もうすでに育って。ああ、すでに確かに。で、俺はね、ゴールウェイにこだわりがあるんです。襟はピタッと折りたくなる。あー、ゴールウェイもキングスもちょっとダブルは立体感を大事にしたので、はい、こういうところあえてちょっとあんまね、パチッとやるよりかこっちの方がいいかなって。まあ、これいいところが、はい、もうやっちゃうけど、グーってやるじゃん。グーってやると、これオートフォーカス。あ、あ、ピンだってこうです。こうなんだ。もう、わかる？新品、こっち新品状態でしょ。あ、こっちもギュッてやって、まあ、こんぐらい3秒ぐらいかなってやるともうこういう形状になって、わかる？わかりますね。なのでエイジングはめちゃめちゃ早いです。もうだから多分あと10分だったらセブンティーズぐらいになった。おお、ああ、そうだ、世代超えちゃって、世代超えてる感じだ。ギリ生まれる前ぐらいの感じだ。なので、じゃあ10分間頑張りますね。確かにもうすでにでも腕とかも、腕周りががっしり入ってて、背中がまだあれか。背中はそうですね。背中とかはね、結構背中がやっぱエイジングしてる人は本物なんだ。竹坊さんとか、
あすごいですね、優しいですね。背中ってね、前開けてると余計さ、はい、ね、こうやるとこうなるから、はい、あんま下が入りづらい、ね、なんでちょっと腕をね、メインに、ね、だから今回のスタイリングクリップはみんな腕に注目してください。ぜひ、そうですね、はい、あと俺の汗ね、に注目してください。最初の方は涼しそうなんです。最初は涼しそうだけど、後半になってくるとバテてくるOK! じゃあこれで10分よろしくお願いします。ますので頑張ります、はいはい、よろしくお願いします。いい調べですね。ありがとうございます。サンセットベイのゴールウェイ欲しかったんですよ本当ですか、はい、それではそれでは